俺は行くよ、ナナミ。ダメです、すぐ戻ります。虎杖君は待機していてください。あと任せます、リノ君。怖いよね、しかも人間なんでしょ。頑張るぞ。おー、君たち学生も含まれます。ごめん、イチチさん。何してんだよ。引っ込んでろよ、呪術師。降りすぎ。関係ないだろ。それはお前が決めることじゃねえ。違えるな。まやかして作ったルールで僕を縛るな。僕には戻ってやることがある。式神のサイズや強度の可変はこれから覚えればいい。順平、才能あるよ。なんで空中、身動きが取れない。式神使いは術師本人を叩きな。あの生活を捨ててまでのことなのか。あの人の前で言えんのかよ。お前まだないんだよ。母さんも僕も人の心に呪われたっていうのか。ごめん、何も知らないのに。俺はもう絶対に純平を呪ったりしない。そんな、母ちゃんがバカみたいに強い先生とか頼りになる仲間がいっぱいいるんだ。一緒に戦おう。誰だ、なんだこいつ。待って、マヒトさん。逃げろ純平。虎杖君、落ち着いて。マヒトさんは悪い人じゃ。純平はさ、まあ頭いいんだろうね。純平って君がバカにしている人間の無意天変。純平、しっかりしろ。なんだ、目を直してくれ。断る。愉快愉快。教師も未来も魂の形は反転術式でどうこうなるものではないけれど、俺の狙いはここからだし、これはこれで。呪いなんだ。こんなもんかな。常に肉体の中に自分以外の魂がある状態。殺してやる。払うの間違いだろう、呪術師。下等に止められている。純平で足りなければ生徒を一人ずつ目の前で変えてやればいい。引き入れる確率が上がれば万々歳。形を変え的を大きくするのは得策じゃない。より洗練された殺すための形。いつまでも伸び続けるわけじゃねえだろ。宿儺にさ、
度は許す。知れ者が。殺してやるって。は？説教は後で。現状報告を。まずは君の体のことを。俺は平気。なんだ、ピンピンしてるじゃん、七三術師。虎杖君、あの話を。私の攻撃は奴に効きません。え？虎杖君に奴の術式が効かない。しかし、奴の動きは止められます。